はい、皆さんこんにちは、エコドライブの鈴木です。で、今日のテーマなんですけども、自動運転車の現在地というテーマでやっていきたいと思っています。自分はですね、このテスラオートパイロット FSD がついたテスラに乗って1年ぐらいに経つんですけども、毎日の通勤って自動運転で行ってるんですよ。ナビゲーションを設定するとですね、そこまで自動で行ってくれるんですよ。そのハンドル切ってくれたりとか、信号もですね自動でもちろん止まってくれたりとか、一時停止で止まってくれるとか、かなりですね精度が上がってきてるような感じがしますね。ただまだまだだなと思うところもやっぱりあって、例えば片側車線で工事を行っていると、そういった時っていうのはその工事しているところをこうですね、反対側の車線にこう入っていかなきゃいけない、避けていかなきゃいけないみたいな判断しなきゃいけないじゃないですか。ここの判断はやっぱりまだできないとかですね、例えばその左折、次左折しなきゃいけないのに前の車が遅いから追い抜くみたいな、こういう判断って人間だったらしないじゃないですか。すぐ左左折するのにわざわざ前の車が遅いからって言ってに抜くって言ったらちょっと迷惑ですよね、それってね。なんで人間だったらそういう判断はしないんですけども、コンピューターだとやっぱりそういう判断をしてしまうっていうのがありますと。イーロン・マスクがね言ってましたけども、今会社ってAI 作ってるじゃないですか。 XAI って言うんでしたっけ。で、確か名前がグロックって名前だったと思うんですけど、で、彼が言ってるのはこの FSD 搭載車のコンピューターにAI を組み込みますよと。で、今FSD っていうのはですね、バージョン11なんですよ。バージョン11なんですけど、そのバージョン12、次の世代、次のバージョンからその AI を搭載してきますよっていうことをイーロン・マスクが言ってるんですね。一つ言えることは、彼らはどのメーカーにもない膨大なデータを持っているってことですね。一説によると、その FSD 搭載車のテスラはですね、今世界で30万台走ってるそうです。これはテスラ以外のメーカーではどこにもないですね。やっぱ彼らもダントツ30万台走ってるっていうのは。で、そのデータ、膨大なデータを AI に入れて、じゃあそのバージョン12でどうなるのかっていうのは、かなりこれは期待ができそうだなと思っています。レベル3にはまず間違いなくいくと思いますけども、もしかしたらレベル3を飛び越えてレベル4になるんじゃないかなみたいな、そんな可能性も秘めてるなと思います。で、そのバージョン12がじゃあいつ出るのっていうと、話によると2024年にバージョン12になるというふうに言われてますね。そうするとバージョン12になって AI 入った FSD、これちょっとかなり楽しみだなと思います。で、イーロン・マスクはですね、何年か前にも言ってましたけど、そのロボタクシーを目指してるそうなんですよ。ロボタクシー、つまりその無人で、タクシー、お客さんを送迎するというものですよね。で、例えばそのテスラの車で FSD 搭載車を乗ってると、その働いている間は、ね、車使わない、駐車場に止まりっぱなしじゃないですか。その間に、お客さんをタクシーで迎えに行ったりとかして、稼ぐとあとは夜ですよね。夜自分が寝てる間に車っていうのは止まってるわけですけども、その間に仕事をしてくれる、こんな世界が来たら夢のようじゃないですか。例えばテスラをね、そのリースするとか購入して、月々の支払いが、そうですね、例えば300ドルとか400ドル、円に換算すると5万円とか6万円とかかかると思いますけど、その分を稼いでくれると、自分が寝てる間に、あとは自分がね仕事してる間に稼いでくれる。で、なんならね、毎月の支払いもそれでチャラになっちゃうとかね、もっと言うと、もっとテスラ持ってるだけで稼げてしまうみたいなね、そういう世界って来るのかなとかね、そういうすんごいね、いろいろとこう妄想してしまいますけども、まあでも自分はやっぱり毎日毎日ね、自動運転で生活しているとですね、結構その辺って実はイメージできちゃうんですね。で、そうなった時って、じゃあ自動車保険ってどうなるのとかね、その事故った時の責任ってどっちにあるのとか、いろんなところはありますけども、まあそういったところも含めてね、結構楽しみですね。で、実際やっぱりサンフランシスコで自動運転のね、タクシーが走ってたりとか、ロサンゼルスでもね、なんかその事故率に関しても、やっぱりその人間が運転するよりも、かなり低いパーセンテージらしいです。なので、事故も解消されて、で、人が移動するのコストも下がって、なんなら自分で所有してれば、その自動運転車を所有してれば稼げてしまうなんて未来があると、すごくねワクワクします。はい、なのでそのレベル4レベル5になる未来もそんなに遠くないんじゃないかなと思っていますので、共有させていただきました。